架け橋は人二人だけが知ってる。ぐるぐる頭の中回転するセリフと、お気に入りのページに急ごう。皆さんこんにちは、はい、はい、今日で何回になりますか？はい、179回目。よくぞ179回まで来ましたね。来ましたね。もう200回見えてきましたね。見えてきました、うん、200まで元気でいたいですけどね。元気でいたいですね。まあなんか最近もう暑くてね、ぐったりしがちなんですけども、ひとみちゃんよく夜は眠れてますか？バッチリです。バッチリ。もうね、枕にこう頭を乗せるとすぐ寝ます、うん。暑くても寝苦しいとかそういうのはないんですね、すごく寝つきがいい、暑さに強いんですね。強いですか、まあ、多くの人はね、結構夏バテとか、暑さ苦手な人も多いんじゃないかと思うんですけれども、何か夏バテ対策とかあります？あ、夏バテ、そうですね、やっぱりフルーツを食べること。フルーツを食べるはい、どんなフルーツがいいんですか？いちごですね。いちごにはじゃあ夏バテ解消の何か入ってるんですか？ビタミン C たっぷり。ビタミン C が。C が。いちご大好きですよね、ひとみちゃんね。大好き。どんな食べ方がいいですかね、いちごは。そうですね。牛乳をかけて。牛乳をかけて。あと練乳をかけて。このスプーンで潰したり。潰さないで。潰さないで、そのまま食べちゃうんですよ。どうやって食べますか？自分は、そうですね、やっぱ練乳なんだけど、潰す。おー、潰す派。と、なんか牛乳っていうか練乳が、ちょっとこうピンク色になるじゃないですか、で最後にあるクーッとこう、あれが美味しいですよね。美味しそうですね、いちご牛乳みたいにね、はい。じゃあいちご好きの皆さんに、ひとみちゃんから今日はいちごにちなんだなぞなぞをお出ししたいと思います。考えてみてください。はい、はい、かごにいちごが5個。かごにいちごが5個。はい、さらにいちごが5個。5個。はい、さて、はい、お皿にかごにかごにかごにの、であるいちごは、何個になったでしょうか？何個になったでしょうか？はい、ひとみちゃんはね、ちょっと帰国子女なので日本語が苦手なんですよね。正しく翻訳するとかごにいちごが5個あります。はい、はい、さらにいちごを5個入れました。はい、乗せました。はい、さらにね、さらにいちご5個乗せました。はい、カゴには全部でいちごがいくつになったでしょうかという問題でございます。はい、今日もね、池袋の新名所東口の激パさんからお届けしております。はい、今日は美人オーナーのはい、リコさんがちょっと今日不在で、イケメンが多いですね。今日はイケメンが多いです。ね、蝶ネクタイをしてイケメンとかいますけどもね。カメラマンさん、あとお客さんもみんなイケメンですね。はい。はい。どの方が一番タイプですか、ひとみちゃんの。みんなタイプ。みんなタイプ。はい。好感度が下がらないような模範的な回答でしたね。わかりになりましたか？カゴのいちごの数。あ、そちらのイケメンのお兄さん。はい。10という答えでございます。カゴにいちごは5個、さらにいちご5個のせる。はい、はい、カゴは何個になったでしょうか？はい、10という答えなんですけど、これは合ってますか、間違ってますか？はい、ちょっと間違え、ちょっと違うかな。ちょっと違ったら惜しいんですかね。惜しいね。惜しい。はい、じゃあ10ではないということなんですけども、いかがでしょうか？1か0。1か0ということですけども、これはなぜ？お皿って言ってたじゃないですか。お皿、はい。でも最後はカゴの中にはって言ったの。皿の上ではないという。皿の上ではないという。あー、惜しいですね。惜しいだ。はい、問題はカゴにいちごが5個、さらにいちごを5個乗せました。はい、カゴの中はいちごいくつでしょう？5個。素晴らしい。
ケメン2人正解ですね。正解ですね。何かありますか、商品。それではですね、はい、はい、マスクケースを、マスクケースを、はい、はい、こちらと2名、2名、はい、じゃあひとみちゃん、はい、プレゼントで、はい、じゃあそちらのイケメンのお兄さん、はい、おめでとうございます。はい、はい、はい、マスクケースでございますね。マスクを入れてください。はい、今日も楽しかったですね、ひとみちゃんの謎謎。謎謎楽しかったです。はい、じゃあここでね、はい、はい、コマーシャルどうぞ。ひとみちゃん、最近はね、新しい生活様式になってなくてはならないものって言ったら何ですか。やっぱりね、マスクですよね。マスクはね、必需品ですね。はい、じゃあそういう必需品のマスクに素敵なものができました。じゃあ、はい、こちらひとみマスクです。こちらブルーのね色なんですけど、こう白でね、ひとみちゃんのイラストが描かれています。可愛らしいです。ひとみちゃん、ちょっとこれしてみてくれますか。はい、はい、それでは知ってみますね。うん、こんな感じです。お、似合います ね、 ね、どうですか、つけ心地は。すごくいいです、ね、涼しくて苦しくないですね、うん、夏ね、マスク苦しいですけど、このひとみマスクだったら大丈夫、ね、大丈夫。はい、こちらお値段おいくら。こちらですね、はい、1000円になります。1000円でね、通販で買えます、はい、切手、現金書き留め、定額小合わせで、はい、こちらのテロップ出ております。お申し込みください。はい、皆さん、ひとみマスクつけてくださいね。はい、はい、今日はまたイケメンの方をね、素敵な方をお招きしております。はい、まあよくこの番組ね、毎回素敵なゲストが来てくれますけども、そうですね、今日もまた、はい、かっこいいですね、素敵ですね。はい、ひとみちゃんが大好きなヘルメットをかぶって、はい、そう、これがね、タタメットって言ってね、はい、タタメルヘルメット、タタメルヘルメット結構有名なんだよね。ちょっと、あ、これじゃないですよ、本当に。あ、タタメルヘルメット、タタメルヘルメットがあるんですか。あります。知らなかった。それ便利でいいですよね、ピタンとこになるんです。それだったら持ちやすいね。そう、カバンに入るというね。まあ今ね、いろんな災害とかありますからね、畳めるヘルメット便利かもしれませんが、まあヘルメットの話はとりあえず置いときまして、はい、置いていて、じゃあひとみちゃん、本日のゲストの方をじゃあご紹介いただけますでしょうか。はい、松みのるさんです。はい、いやー、素敵なゲストさんです。私が松みのるです。松みのるさんでございます。と言っても知らない人が、はい、結構いると思いますので、まあ知らない人はなかなかいないと思いますけど僕も最近忘れてきてイベントプロデューサーというはい、もともとね、はい、吉本とホリプロで芸人やってたんですよ。芸人からイベントプロデューサーに転身した。で、吉本の時は、はい、あの同期がしんすけとか、はい、さんまとか、はい、大助花子とか、はい、あと桂小枝とかね、その辺が一緒だったんですけども、はい、東京に来てお笑いスターさんでよというのが出て、うん、その時の同期がうっちゃんなんちゃんとか、で、うっちゃんなんちゃんと一緒に仕事をしてて、はい、それで、お笑いスター誕生に出て、うん、で、お笑いスター誕生で、あのうっちゃんなんちゃんが優勝したんですよ。うん、で、僕は準優勝してる。で、そのおかげで、ホリプロお笑い第1号になったという、素晴らしい経歴が。すごい経歴ですよね。ね、いや、本当にウィキペディアに載ってます。うん、こう吉本でこう同期っていうのは、最初になんかこうみんな、なんか養成所みたいで一緒にこう学ぶって感じですか。昔はね、弟子だったんですよ。はい、あ、弟子。僕はダブルヤングという弟子で、はい、で、さんまさんはアカシア、アカシアって言うんですけど、うん、本当は、小北亭という名前なんですよ、師匠ね。あ、師匠は小北亭松之助さんという方。松之助さんのお弟子さんで、はい、で、さんまさんは松之助師匠が、こいつはあの落語だけで終わらせたらあのもったいない、あ、はい、ということで、小北亭つけなかったんですよ。で、小北亭つけると、ね、落語は何個、着物を畳まなあかん、太鼓はせなあかん、三味線はせなあかんって、そういう全部やらないと、いろんな縛りがあったんですね。で、そのあ、皆さん知らないと思うんですが、うん、アカシアって言うでしょ、はいはい、これはなぜアカシアかっていうのを、はい、なぜですか、分かんないんです、はい、そうでしょ、なぜかなと、うん、松之助師匠が本名がアカシって言うんですよ。ここから来てるんですね。明るい石ね、はいはい、で、それだけだったらその芸人らしくないからっていうんで家をつけたんです、うん、で、さんまさんにお前の家は何やってんねんっていうことで、うん、いや、うちはさんまの加工業やってます、うん、さんまの開きやってるんですよ、奈良で。そうなんですね。そうだったんですか。そうで、師匠はじゃあお前さんま、あ、なるほど、明石家さんま、で、だからさんまさんみたいに、うん、あの落語をやらない弟子はみんなそういう名前なんですよ。
あ、じゃあそのアカシアという名前をつけてる芸人さんというのは他に何人かいらっしゃる、はい、います、例えば、はい、自転車屋さんの息子は、うん、アカシア、はい、サドル、アカシアサドル、なるほど、はい、美容院の子供、はいはい、でそれはアカシアパーマ、あ、まあまあ、はい、っていう風な名前つけて、だいたいこう実家にちなんだ名前になるんですね、じゃあきっとね。そうだ、だからね、師匠がね、ほんと粋な人なんですよ。で、さんまさんって、まあ、同期なんですけども、しんすけとさんまは同期なんですけど、年、はい、は僕より3つ下なんですよ。はい、で、僕が入った時、しんすけはいたんですけど、はい、さんまはいなかったんですよ。あ、はいはい、なぜかというと、その時にしんすけに聞いた話、さんまは女に来るって東京に逃げていったと。あ、はいはいはい、本当は弟子生活っていうのは酒、タバコ、女はダメなんです、まあ、ストイックな禁欲生活なんですね、まあ、もちろんそれもあるんだけど、はいはい、自分の体でできるかということなんですよ、うん、弟子やからね、うん、だから僕らはもう酒、タバコ、女あかんっていうのはもう本当に言われて、もしそれ見つかったらもうクビなんですよ、波紋になってしまうんですよ。でもその松之助師匠という方がすごい粋な方で、うん、はい、さんまは絶対将来は大物になるからって言って、うん、みんなには嘘ついて、うん、東京に修行に行ってると言った。優しい、いい人でしょ、ね、いい人ですね、受け入れてくれてた。そう、吉本の方は素晴らしいですね。吉本にはだから内緒なんです。内緒、松之助師匠が全部から、だから昔はね、うん、師匠と弟子なんですよ、うん、で師匠がこいつ頼みますねって言ってた。僕らもそうですね、はいはい、だからあの師匠が言うから、じゃ あの使おうかという形になってて、うん、師匠は当然あの上方落語協会もう偉い人ですよね。で、吉本興業にも、両方登録をしてるわけですか。あの上方あの落語協会っていうのが面白いところで、はいはい、落語協会があって、うん、そこから吉本に入るか松竹に入るかなんですよ。あ、東京でいうと例えば落語芸術協会とか落語協会ありますよね。そうそうそう、そこにいる噺家さんが、うん、鍋プロだったりホリプロにも入っているというふうに考えれば分かりやすいです。あ、そういう感じなんですね。だから、松之助師匠が粋な人で、うん、だから仲間内も全部、さんまが女に来るって東京行ったというのに黙ってたんですよ。知ってんの僕ら弟子ぐらいだったんで、ね、しんすけとね。ほんで、しんすけが、さんまというおもろいやつがおってんけどな、うん、アホで女に、ちょっとボケてしもて、東京行って、はいはい、東京のね、新小岩っていうところ。あ、ありますね。千葉県とのギリギリ、そうそう、境のところに、はい、3ヶ月で振られて帰ってきたんですよ。でその時松之助師匠が粋な人で、はい、まあ、自分もさんまも悪いじゃないですか、うん、女にボケてこうね、はいはいはい、師匠のとこも裏切って言ったのに、うん、師匠すいませんでしたってこう一応頭下げたら、師匠そのことを何にも触れんと、はい、じゃあラーメンでも食いに行こうか。おー、いい人ですね。ね、すごいでしょ。すごいです。でだからさんまさんが、うん、松之助師匠じゃなかったらこんだけ大物にはなってないんですよ。あ、そういう巡り合わせというかね、うん、だから縁が大事ですね。師匠によってやっぱり変わりますよね。うん、で、しんすけはね、しんすけさんは誰のお弟子さんだったんですか。今行くよ、島田洋之助さんというね、吉本でもやっぱり重鎮なんですよ。はいはい。で、その、今行くよさんとかいうのは、うん、行くよ黒井さんの師匠なんですよね。ああ、はいはいはい。で、島田洋之助師匠というのは、うん、B&B とかね、うん、まあ、その辺の昔の、まあ、有名な大御所の師匠なんですよ。陽七さんとか陽八さん、陽七陽八の、陽七陽八さんのじゃあ弟弟子になるわけですか、新助さんと。あ、そうそう、弟です。ああ、そういう流れがあるんですね。やっぱそういうなんていうんですか、こう上下関係っていうのも割と厳しいものがあるんですか。めちゃくちゃ厳しいですね。あ、そうですか。一つ先輩っていうのはもう天皇陛下みたいな感じになるんですね。まあ一つ先輩ぐらいあれなんですけど、うん、例えばもう僕らが入った時で、うん、三師匠とかね、今は師匠やけど、はいはい、もう雲の上ですよ、うん、ただ昔のね、吉本って楽屋が一緒なんですよ、はい、こんな大部屋なんですよ。噺家さんも色物も全部同じ部屋なんですね。そうそう、売れてる人もね、はいはい、それで周りに鏡があるんですよ、はい、お風呂屋さんみたいな鏡が、はい、鏡が一個ずつあって、はいはい、それが化粧前って言ってその人が、うん、で僕らは、まあ、この辺が師匠の、うん、席としたら、はい、僕ら一番入り口近いところで座ってて、はい、ほんででも師匠の話とか聞こえるじゃないですか。こういろんな話をこう、はいはいはい、耳暖房にしながら、だから芸能界の裏のこととかも、ああなるほどな、そういうことかとか、そういうのは全部だから昔の、弟子は良かったですよね。そういう師匠と一緒になれるから注意もしてくれるし、ダメならダメっていうことも言ってくれるから、その辺は
ありがたいですね。今もね、全部部屋別なんですよ。師匠の部屋はこんな大きいところで持ってきてるから。ああ、そのいわゆる、話し方で言えば真打とか、その階級によって部屋が分かれてるって感じ、うん、そうそう、今はもう個別になってるんですよね、テレビ局みたいに。ああ、そうなんですね、うん、じゃあ若手だと、まあ、個室じゃなくて欧米みたいな感じ。そうだ、昔のだから吉本はこんなんで、全員師匠もおるし、僕らもおるし、緊張しますよね。じゃあお茶を入れたりとか、そうそう、うん、もうだから僕らは師匠に対しては全員しないとダメなんですよ。衣装着替えさせないで、はいはい、で僕の師匠はダブルヤングといって本当に厳しいんですよ、うん、吉本で2番目に厳しいんですよ。一番は安井さんなんですよ。安井さんもね、まあいろんな理不尽な厳しさがあったのかもしれませんけど、そうそうそうです、はい、うちの師匠はちゃんと理不尽じゃないんで、ちゃんと筋通ってるんですよ。はい、なるほど。安井師匠はもう本当に理不尽なんです、はい、あのそれね、協定じゃないですよ、協定か、はい、ボートやってて、はい、ボートやってて自分も乗るんですよ。選手じゃないけどね、うん、競技で乗って負けるでしょ、はい、負けて帰ってても機嫌悪いから、で違う、師匠どうもお疲れ様でした、ボン、何ですか師匠負けたんじゃボケこれはあれなんですか、やっぱりこう自分の弟子しか殴らないんですか。あ、そうです、ね、他のお弟子さんを殴ることはそれはない、それはないですね、うん。安井師匠の弟子が面白くて眼鏡かけてるんですね、はい、で眼鏡かけてプラスチックやから、ここがね、はい、プラスチックでトゥルンの部分がね、はいはい、で殴られるたんびにこう折れるんですよ、はい、で今度ここをねゴムにしてるんですよ、硬いところで、またねこっち殴られたらこっちがゴムになって、で最近師匠優しくなったんですってどうしたんですよ、殴るときに眼鏡外せって言って外してから殴られる、何ちゅうでしょう、そうなんだ。いやすごいですね、芸の世界大変だと思うんですけど、大変ですね。松さんはそういう、師匠、ダブルヤングさんの芸風みたいなものに憧れて弟子入りされたわけですね。違うんですよ。あ、全然違うんですよいや、うちの師匠はね、はい、すごい面白いんですけど、はい、人気はなかったんですよ、うん、だから昔で言う、僕は突っ込めませんけど、はい、昔で言う、はい、パリーグなんですよ。うん、実力はあるけど人気がない、はいはい、その時人気があったのが安井清さんなんですよ、はい、安井清さん、はい、カオスボタンさん、うん、コメディナンバーワンさんなんです、はいはい、で僕はそのまでに芸能界入る前にデザイン事務所で働いてたんですよ。あ、じゃあ学校を卒業してすぐ芸人さんになったわけじゃなくて、もうだから22で入ったんですよ。あ、サラリーマン生活というかそういうのもやられてるわけですね、はい、でデザインやってると、うん、デザインの先生が、まあ、先生と僕と2人なんですけど、ね、はい、忙しい時はもう3日も4日も徹夜するんですよ、はいはい、でも暇の時はもう本当に1週間ぐらい暇なんですよ、そうなったら、まあ、僕の師匠で先生がね、はいはい、まあ、ここにおっても仕方がないから、うん、マッチを見て看板とかレイアウトとかそういうの見てこいっていう、うん、でだから僕は梅田花月から何百ヶ月までその距離歩いたんですよね、でいろいろ看板見ながら。でも梅田花月は何番花月の看板、梅田から何番まで歩いたら結構ありますよね。結構ありますよね。でもみんなね、昔の梅田花月と何番花月はね、絵で描くんですよ。昔の映画館みたいにね。ああ、看板屋さんが、そうそう、はいはい、で、あんなも勉強になるか見とけってこう見てて、そうしたら、まあ看板書いてる人が、何やお前お笑い好きか、いやそうでもないんですけどって、いや見とけ見とけお前勉強になるから、うん、で見に行って、それが梅田花月だったんですね、はいはいはい、でそれも見てて、で、まあ、もちろん看板もね見なあかんねんけど、なんか面白いんですよ、うん、で面白いし、当時カオスボタンさんがすごい人気だったんですよ、はい、でカオスボタンさんが、はい、唯一その若い子にキャーキャー言われてたんです。昔やからね、うん、今みたいに若い子にキャーキャー言われる人って少ないんですよ、はいはい、だってパーマ当てて、うん、でトレーナー着て、うん、ジーパン履いて出てくるんですよ、うん、で若い子が「あーキャー」って言うんでしょ、うん、おしゃれな楽な感じですね、ラフな感じなんです、うん、ほんで、出て行ったら要するにもう女の子がいっぱい待ってるんですよ、うん、出待ちというやつですね、出待ちが ね、はい、それまでなかったんですよ。だからカオスボタンさんが出待ちが出てきて、うん、で出て行った時にオープンカーで出ていく、仕事行くんですよ。へえ、かっこええな、うん、でまあ僕らも見てて、15分しゃべってみんなにワーキャー言われて、うん、これで仕事になるんやったらええなという、なんかだんだん憧れになってきてね、でずっといろんなとこ見に行くようなさ、メダル何番も京都もね。それまではキャーキャー言われるっていうと、大体こう歌手とかね、そういうアイドルなんですよ、うん、方だったんでしょうけど、芸人さんでもそういうことが
あるわけですね。だから走りだったんですね。じゃあ、ね、カースボタンさんが走りで、うんうん、でも今のこのお笑いが、うん、あの若い子の文化だったでしょ、うん、それはね、しんすけの、しんすけがおったからです。あ、しんすけが全部革命を起こしたんです。あ、そうですか。しんすけさんから女性ファンとか増えて、うん、若い方が増えたってことですかね、うん、要するにね、あの劇場って昔はね、うん、あの僕ら22、しんすけが 10代ですよ、はい、その時来てるお客さんがもう60以上ばっかりです、うん、地方から来てるね、うん、あの団体のバスで来るじゃないですか。です、ね、朝パッと行ったらもう団体の佃煮なんです。もう前列の方からね、徳島県から来ましたね、ずらっともうほぼほぼ団体のバスですよね、田舎のね、はい、ほんであのもう会場が、うん、あのナフタリン臭いんですよ、うん、もうね、なんで書いたら、その一丁羅は来てくるから、ラフタリーの匂いがして、しまってるからね。で、僕らトップに出るんですよ、うん、新人やからね、はいはい。で、トップに出た時に、あの、お客さんって僕らのこと、別にね、人気もないし、何も知らんから、うん、もう完全無視な、見えてないような状態です。はいはいはい、そしたら、幹部の人がおってね、あの、そこの、なんていうのか、団体の人がって、はいはい、あ、弁当ない人、弁当ない人、はいはい、弁当ない、弁当ないって。でも僕ら漫才できに、はい、どうもこんにちはって言ったら、前で僕より大きい声で、はい、弁当ない人、お茶ない人。もう今のうち食べとけみたいな。そうですね。だから僕らトップに出た時、それの宣伝ですよ。うん、はい、弁当ない人、はい、はい、カジさんが言ってるから。ああ、こちらないそうですよ。カジさん、あの人弁当ないって。で、今日の弁当何ですかって言ったら、もう弁当によってね、やっぱりね、やっぱり違うんですよ。あの、いい弁当の時は、これはちょっといい客やなとかね。ああ、なるほど。あの、その、まあ、農協とか、そんなんやけどね。うん、だからそういうのでやって、15分経った頃に、みんなもう、でもすごいですよ。1000人がですよ。うん、全員がね、割り箸割るんですよ。ね、パチ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 1000人がですよ。で、次にね、紐があったんですよ。昔の弁当やから紐がついてるんですよ、はいはい、シュル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 で、開けたらパリ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 、そんだけ聞こえるんですよ。あ、で、そんな中でね、で、始まって、それ開けたら今度下向いてガスガスガス僕ら一切見てないという。でも、そのひとみちゃんの曲を作詞してくれている諸角谷千歳師匠よく知ってますよ、僕。はい、大生命場で中田カウスボタンさんと麻雀をやってその時に、2ビート、ビートたけし、うん、たけし清が大生命場の楽屋にやってきて、うん、弟子にしてくださいって、うん、って言ったらしいですよね。そしたらカウスボタンが、俺かこっちかって聞いたら、あの東京の方ですって聞いて、千歳師匠が弟子になったって、話をこの間してくれましたけどね。千歳師匠は名古屋だった、ここでもやってたんですね。昔はね、名古屋ってね、はい、芸人さんいないんですよ、うん、で東京と大阪で、うん、で、そのね、あの、温泉芸術って有志あるところなんですよ。コント55も出てるしね。そうですね、佐治奇跡っていうね、両脇までいっぱいになったって言ってましたけどね、うん、もうね、コント55が、まあ、人気絶頂の頃に出てた時、うん、あの、温泉芸場2周ぐらい人が巻いてたって、うん、そのくらいね、あの、まだにそういうなんかね、語り草になってますね、うん、なってますね、うん、だから吉本の芸人も全員は出てるでしょうね。あ、そうなんですね、じゃあひとみちゃんがオース出れるようになるといいですね。まだやってるんですかね、大宣言上どうなんでしょうね、ありますかね。なんか潰れかけてはなんかみんなでこう僕に対してやりましょうっていう。じゃあまだあるうちに頑張らなきゃいけない。そうですね、そうですか。じゃあひとみちゃんね、じゃあお客様今日はね、一、はい、人お見えですから、はい、じゃあ松先生に教えていただきながら、うん、お客様に何か会話をしながら場を盛り上げるという練習をしてみましょう。はい、じゃあ先生、じゃあちょっと指導していただきますか。はい、今日本当にたくさん来ていただきましたね。場内あの超満員で、超満員で、この空席以外はほぼ満員という。空席以外あ、これ使えるんですか。空席以外、そうですね、はい、あの毎節は別にそういうの空席以外ほぼ満員 で, 満員 で,、はい、で今日はね、あの透明人間の方がいっぱい来てます。あ、なるほど、透明人間ですね。ただね、あの、うん、お客さんのところにもいっぱいお客さんがおって、こう肩に乗ってるね、うん、なんか水ここみたいな、ね、そんな言うたりね。あ、そういう感じで言うんですね。はい、覚えました。覚えました。じゃあちょっとあちらのお客さんに話しかけてみてください。はい、はい、そちらのイケメンのお兄さん、はい、こんにちは。なんかですね、今日ますますね、昨日もかっこいいし、今日もかっこいいし、毎日かっこいいですね。いや、ダメなんですよ。そうそう、相手から帰ってくるように聞かないと。今の言い方でいいんですよ、うん、昨日もかっこいいし、今日もかっこいいし、うん、でも一昨日はダメだったんですよ。ああ、なるほど、落ちろやめろ。ああ、なるほど、一昨日はダメだったですね。英語で言うバットって言うんですよ。バット何々が必要なんです。
オチが必要なんです。必ず3つ目にオチをつけるんだよ。あ、3つ目にね。それとネタ掘りオチなんて、まずネタ掘りがいい、うんうん、あ、私こう見えても身長背高いですとか言ったら、うん、みんな、あ、そうなんですか、うん、どのぐらいあるんですかって、うん、今日は150です、残り30センチは家に置いてあるけどねとか。あ、なるほど。そういうふうにネタ掘りオチをなんか作ると、オチが必要なんですね。そうそう、必ずオチなんです。オチだから客はそういうふうに待ってるんですよ。でもオチないのに何喋ったのって。あ、そうかそうか、そうですね、うん、そうなんです。そういうことを、うん、頭に、まあ、お笑いってね一番難しいんですよ。人間しかやってないから ね、犬も動物も笑うことはないから、うん、あ、でもに人を笑わすことが一番の、なんていうのかな、僕らは笑ってくれたということで、僕らギャラってね、うん、吉本本当に500円しかもらえないんですよ。何百ヶ月、お客さんが笑おうが笑うまいが500円、はい、ね、だから10日出て5000円なんですよ、はい、でも税金引かれて4500円、うん、でも吉本 の、 その舞台に立てるということがステータス、うん、その千人の前に立てるからね。あ、なるほどね。ただ、さっき新助が吉本を開拓したって言ったでしょ、うん、はい、その時に僕らはね、こんなお年寄りを笑わしたくないんです、若い子を笑わしたいんです、うん、で新助は若い子は若い子、年寄りは年寄りっていうね、うん、劇場を作りましょうっていう、うん、でその時に吉本の昔の人は青かったのね、この年寄りを笑わせて一人前、いやそれは分かりますけど、僕らは段階というのがあってね、うんうん、僕らは若い子に言えば自信持って笑わせられるけど、お年寄りとはもう全然違うから、うん、それこそ B21 を竹槍で落とすとかそんなん言うてね、うん、客がちょっとクスッと言うぐらいの時やら、うんうん、だってジャスコをディスコをジャスコって言わないと笑わない時代で、いや何言うてもこうだよ、もう勝てない。で そういうしょうもないオチは僕ら作りたくないじゃない、うん、だから僕と新助、僕は南高っていう名前だったんですけど、うん、新助龍介とこの4人で初めて吉本以外でライブをやったんですよ、うん、でその時に僕らは路上でチケットを売ったんですよね、若い子に。だから僕らが来てほしいのは女子高生、女子大生、うん、OL、はい、だそんな子らに全部チケットを売ってるんです、うん、自分ら作ってね、うん、そしたら警察に捕まったんです僕ら、はい、お前ら何やってんねんって言われて、いや僕ら吉本の芸人で、うん、はい、今度は阪急ファイブというところがあって、はい、そこで、初めてのライブをやりたいんで、うん、今チケット売ってます、嘘つけとか言われて、いや本当です、うん、でお前名前なんて言うんだって、僕はミノル豊で、ほ、うん、んで新助龍介っていうね、うん、芸名言うて、その警察が吉本に電話して、すみません、お宅の芸人さんかどうかわからんけど、ミノル豊というのと新助龍介というのが今路上でチケット売ってるんですけど、どういうことですかって、え、うちにそんなおらんでって言われた、それは何か言ったらね、はい、僕らは弟子やから本名で呼ばれてたんです、その頃。ああ、はいはい、新助は長谷川なんですよ、はいはい、で僕は松下なんですよ、はい、で、その警察と一緒に本社に行って、パッと来て、こいつらですってその警察が言って、うん、あ、何や松下と長谷川か、あ、うん、うちのもんです言われて、あ、でも警察に迷惑かけたからで、はい、警察の前ではすごい怒られたんです、うん、お前そんなね、路上チケット売るなんてそんなことするなと、うん、って言うて警察が帰ったら、はい、すごい褒めてくれたんです、お前らが吉本に入って以来自分らで初めてライブをやろう、うん、それもチケット作って路上で売って、うん、やろうとした、いやそれは認めるって言うて、うん、今の大崎会長です、うん、吉本の、うん、彼がまた僕らと一緒なんですよね、はい、新入社員で、だからさっき言ったように若い子は若い子、年寄りは年寄りの場所を作ろうって言うんでやった時に彼が手伝ってくれたんですよ、うん、それで僕らはね200人入れたんですよ、若い子ばっかり、はい、もうね何言うても笑うんです本当に、うん、橋が転んでも笑うんですよね、うん、で本当に僕割り箸持ってポロッと転したら本当に笑うんですそれがネタフリ落ちる、本当に割り箸ね、橋が転んでも笑うんですよ、ってポッてポッて、それだけで笑うんですよ、でその時に、あ、やっぱり若い子の周りで言ったら、その新助なんかも、うん、年寄りの前ではね、10% しか力出さないんですよ、待ってて、はい、どうも、あ、新助です、だから龍介一生懸命、はい、龍介ですって言って、ね、お前ら、その力入れんだよ、こんなプサッとおっさん、おばあん、だから10% やけど、若い子のところでは 200% 出すんですよ、こんなところで無駄なね、エンジン使ったらもったいないって。その彼若い子の時なんかもう大爆笑、うん、だから新助が若い子は若い子、年寄りは年寄りで分けたからダウンタウンが来たんですよ、うん、ダウンタウンがね、じゃあお笑いの流星というのはもう脈々とじゃあたどると、うん、新助流星に例
たどり着くわけですね。そう、しんすけが本当に全部変えたね。だから やめてしまったらもったいないけど、しんすけってね、すごいね、少年のような心があるんですよ。だからテレビ番組って全部しんすけ自分で考えてるんですよ。なんでも鑑定団ってあるでしょ、はいはいはい、なんでも鑑定団がなぜできたか言ったらね、しんすけはもう暴走族っていうかね、そんな悪い暴走族じゃないんですよ、そこに入ってて、暴走族の先輩からもうお金とか無心に取られるわけですよ。お前何もないんかって言ったら、はい、そしたら家でやる、ね、しんすけの家っていうのはあの一軒家で、はい、お父さんが国鉄職員だったんですよ、そしたら蔵にね、あの掛け軸とか壺とかあるんですよ、それをくすねてこう持っていったら、まさかこんなんいい値段になると思わなかったんだよと、すごいなこんなんで、それを先輩に取られるわけですよ。でそれが頭に残ってて、何でも鑑定団作ったんですよ。家にあるものを出して、じゃあ新助さんのアイデアだったんですね。あの法律相談もそうやし、だから新助がやってる、今でも残ってるの全部新助がアイデアなんですよ。ただ単にこう、ね、虫をやるだけじゃなくて、提案型の番組をね、あのじゃあこう提供したんですね。それはすごいことですよね。すごいことですね。だから、あのしんすけが何でも鑑定団やってる時に、あれテレビ東京なんですよね。そうですね、はい、でテレビ東京って、昔はね、一段階落ちるんですよ。だからさんまとか出てなかったんですよ。でも、しんすけはこの番組をやってくれるんやったら、当時お世話だからね、はい、テレビ大阪でもいいよってポロッと言ったんですよ、うん、そしたらテレビ東京が来たんですよ。いまだに続いてるんですよ。そうですよね。やりたい、大好きですよ、あの番組。面白いでしょ、やりたいことがあれば、新助はもうどこの局でもいいんです、やってくれる人を頼んで、その辺はすごいね。あ、すごいアイデアね。アイデアですね。大事ですもんね。斬新ですね。そう、あの芸歴からいろいろ長いですからね、もう話は尽きないんですけれどもまあ、いろいろあって、今は、こういう本を出してる。あら、はい、あら、萌ちゃんと同じこと言ってた、はいはい、こんなところに本があった本があったこれはね、芸能界の裏話、はい、芸能界の裏話、松さんじゃなければ書けなかったというね、いろいろだね。これね、はい、Kindle から出してるんですよ。電子書籍、電子書籍ダウンロードするんですね。そうそうそう、はい、それだとね、500円です。500円で、これに本にすると1500円になるんです。製本した状態にしてもらうと1500円、はい、でもまあ携帯で読もうと思えば500円で、500円で中身一緒ですから、うん、まあ、ここに書いてあるように、元吉本ホリプロ芸人芸能裏話で、あの本当にね、今言ったように弟子の頃の話とかね、うん、で吉本が新助のおかげでこういうふうに全国ネットになったとかね、いろんなじゃあ大物の方の裏話とか、そうですね、そういうエピソードが満載なんですけど、これを書いてどうですか、こう訴えられそうだと思うことになったとか、そういうことなかったですか。いや、僕だからそんな悪口とかは書いてないんですよ、はい、うんうん、もう本当にそのいいところで、いいところ、うん、書いて、だから芸能、まあ、楽屋話みたいなんですよ、うん、こういう人がおってこういう人、まあ、面白いね、昔の芸人さんで面白いところって、はい、一応生長一さんというマジシャンの人なんです、はいはい、でマジシャンの人があのマジックをやってる時に、うん、あの火を使うんですよね。あ、はいはい、火を使ってその火が、あの頭の上にポッと乗ったんですよ、うんうん、でその人があの頭にスプレーいっぱいかけてるから、はいはいはい、ポッと燃えたんです。怖い怖い怖い。燃えたけど、で後継の女の子が師匠師匠頭、うるさい、もう今江戸とかやねんから、ね、はい、だから客はそれ演出やと思ってるわけや、はい、頭とか、はいはい、またそのバッと来た時、あちゃ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 ほんでパッとこうって受けたら、師匠が、はい、カツラやったんですよ。ああほんで、あと頭って言ってだから、あの下にちょっとアルミみたいなの入ってるから熱くさを感じなかったっていうね。そうだったんですか。そういう面白い、思わぬところでこうね、それがバレてしまったということなんですけど、まあ、話はねたくさんあると思うんで、これじゃあもう続編続々編とかどんどんできますね。じゃあね、今ね YouTube で上げてるんですよ、うん、今108まで上げてる。108、もう煩悩の数まで今上がってますね。だからこう番号忘れんように書いてる、はい。まあ、ちなみにどんな話があるのかいっぱいあるんですけれども、うん、じゃあお客様にね、そうですね、じゃあ1番から34番まで、うん、あるんですね、ありますので、好きな数字をじゃあちょっと聞いてみましょうか、うんうん、お客様何番お好きですか。8番でお願いします。8番、
じゃあ、松実さんのね、うん、芸能界裏話トークショーでございまして、8番、はい、お笑いスター誕生準優勝の お話をじゃあお願いいたします。はい、うっちゃんなんちゃんに負けた話なんです。はい、うっちゃんなんちゃんって、横浜映画学校の生徒なんですよ。ああ、それで俳優さんだった。いや、あの映画監督を撮りたかった、映画に作りたかったかって、はいはい、だからうっちゃんが今やってるでしょ、映画作ったら。うん、でその時に、うっちゃんなんちゃんが漫才なんかやろうと思ってなかったんですよ。はい、師匠が内海圭子芳恵さんなんですよ。はい、お笑いスター誕生の審査員だった。それで授業の一環で漫才をやらされたんですよ。あ、映画を撮るための学校で、学校なんですよ。授業で漫才であったの。うん、で内海圭子芳恵師匠が教えに行ってて、はい、うん、んで、あの全員にじゃああなたとあなた漫才やりましょうって。はい、それで残ったのがうっちゃんなんちゃんで、はい、全員でうっちゃんなんちゃんのためにネタ書くんですよ。ああ、はいはいはい。だからね、僕オーラスターさんの時に同期なんですよ、出る時がね。はい、それであれシリーズがあって、うっちゃんなんちゃんと 対決するのは決勝だけなんですよ。だから僕らも決勝出て、うっちゃんなんちゃんも決勝出てる。でそれまではみんなうっちゃなんちゃんの客ってね、横浜映画学校の生徒が来るんですよ。だから横断幕なんですよ。はい、横断幕で、はい、あの 横浜映画学校の生徒一同、はいはい、で僕らが出た時にうっちゃなんちゃんと対決しない時は笑ってくれるんですよ。で決勝になるとうっちゃなんちゃんと対決するじゃないですか。お笑いスター誕生という番組はこう1対1で戦って勝った人が進んでいくみたいな形式なんですね。ちょっとだんだん変わったんですけど、はい、僕らの時は 5組出るんですよ。はい、5組出て3組飛ぶんですよ。あ、で2組落ちて、はい、で最後は、ね、4組になるんですよ。で僕ら3回シリーズ出て3回とも決勝まで出てるんですよ。あ、はい、でうっちゃんなんちゃんも決勝まで出てるんです。うっちゃんなんちゃんはね、4位4位1位なんですよ。うん、僕とかは3位2位2位なんですよ。あ、だから本当がうっちゃんなんちゃんが決勝に来た時は僕らが優勝のみんなの大本命だと、うん、はい、それがうっちゃんなんちゃんがあそこまで受けるとは僕は思わなかった。うん、で、横浜映画学校の生徒が全員来て応援してテープ投げてね。うん、で、はい、僕らの時になるとね、まあ、決勝で4組やから一緒になるじゃない、はいはい、その時に僕らの時おかしくてもこうなんですよ、横向いて横向いて笑いを耐えてるわ、笑ってくれよっていう。じゃあうっちゃんなんちゃんがいなければまたちょっと日本のお笑いの世界が変わってるかもしれないですね。いや、変わってるかどうか分からんけど、優勝はできたかなと思う。最後のシリーズで。あ、そうなんですね。それで負けたんで。そうですね。じゃあ横浜映画学校にやられたっていう感じですね。そう、で横浜映画学校の子は全部今マセキ芸能に入ってるんですよ。はいはいはい。今でもその映画学校でお笑い芸人さんを養成するコースみたいなのもあるんです。あります、もうだからそれがもうなんていうのかね、うっちゃんなんちゃんを目指してるから、うん、横浜映画学校入ったらうっちゃんなんちゃんになれるというね。吉本の学校みたいになってるんですよ。なるほど、うん、そういうルートもあったんですね。いや、これは知りませんでした。いや、面白いですね。だから出川がそうですよ。出川が同期なんですよ。出川さんもその横浜映画学校、うん、うっちゃんなんちゃんと同期で、当時出川はあんなお笑いじゃないんですよ。ちゃんとした劇団持ってて、それは劇団の座長だった。そうだったんですか。劇団シャララというね。うん、でなんちゃんの奥さんも劇団シャララ の、はい、まあ、ヒロインだったんですよ。だから未だにそのなんちゃん最初に付き合った人と結婚したというのはすごいことなんですね。うっちゃんは違うけどね。うっちゃんはアナウンサーの人と。アナウンサーさんね。はい。そういう。ありますね。ありますね。まあ、時間の関係でじゃあもう一つだけね、行きたいと思うんですけど、はい、じゃあそちらのイケメンのね。お兄さんは何番がお好きですか。はい、1番で。1番。はい、あ、なぜ吉本に入ったか。なぜ吉本に入ったか。実はね、僕、はい、家がね、兵庫県の芦屋なんですよ。芦屋というと高級住宅地ですよね。みんなそう言うんですよ。芦屋、はい、って普通なんですよ。そうなんです。金町って山と海だけなんですよ。で僕その中でも一番貧乏だったんですよ。芦屋の一番貧乏な人は他の市のお金持ちよりもなんか裕福に見えますけど、そうでもないです。そうでもない。本当にね、はい、もう東京来てね、足屋って言うだけでみんな金持ちって言うじゃないですか。はい、それ大きな間違いですからね。田園調布みたいなイメージありますけど、それはもう山と海だけなんですよ。あ、はい、で僕は足屋で一番貧乏というのがクイズ Q&A の問題になったぐらいなんですよ。なん、はい、でかいとね、はい、堤防あるでしょ。
堤防って、はい、海からこっちの家を守るためにあるじゃないですか、はいはいはい、ね、僕らこの堤防より向こうにあったんですよ、わかりますだから海の家みたいな家に住んでたの。ああ、なるほどなるほど。バラオで、それ台風で見事に流されて、だから当時ね、電気はあるけどね、ガスないんですよ、はい、で、はい、水道もないんですよ、ポンプなんですよ、海水みたいな、あ、そう、半分海水なんです、はいはい、で最後 は, です、ね、はい、最後はあの真水だけをちょっともらいに行くというね、うん、そういう生活してぐらい貧乏だった、うん、でその時に貧乏っていうのは一生貧乏なんですよ、うん、なんかこうあのあ貧乏なお家に生まれるとずっと貧乏のまんまという感じだったんですか、うん、だって僕、はい、あの唯一僕ね、あの、はい、定時制高校行ってるんですよ、あ、はい、ね、うちの兄貴やから中卒中卒中卒ですよ、あ、はい、それで唯一僕は定時制行ってデザイン学校行って、はい、それで、まあ、あの一発逆転をしようと思ったんですけど、うん、やっぱデザインの、仕事も大変なんで、うん、じゃあそこで何しようかっていうんで、さっき言ってたメダカ月から何ヶ月まで歩いてみた時に、はいはい、あ、芸人見て観測団さんみたいな見て、うん、漫才でこれできるんだったら漫才になろうと思った、うん、それが吉本に入ったきっかけです。ということはじゃあその、まあ貧乏から脱却するために、そう、芸人になるとじゃあ裕福になれるという、まあなれるというか、はい、いい思いはしましたよね。あ、やっぱ芸人というのはやっぱりこう収入面とかでも恵まれてるんですか、普通のサラリーマンとかに比べると。いや、それはあのピンキリですよね、まあ、売れる売れないはあるんでしょうけど、うん、下積みの頃だとやっぱり厳しい、もう厳しいね、ただねやっぱ要領なんですよ。あ、はい、僕は高級クラブで働いてたんです、新地で、はいはい、で司会をやってたんですよ、北野新地の、はい、でそうすると金持ちばっかりなんですよ、うん、で金持ちで、うん、おっさんは女の子目当てに来るじゃないですか、はいはいはい、だから僕は司会してて、はい、ギターの先生とピアノの先生で歌いたい人がいるんですよ、はいはい、その時にあのギターの先生じゃないとダメな人とピアノの先生じゃないとダメな人がいるわけ、うん、お客さんで、うん、お客さんもね、はい、でその時に僕が全部仕分けるわけですよ、はい、で僕容量がいいから、うん、あのギターの先生の人で歌いたい人は3人います、でもこの人は私にチップくれたんで続けて歌わします、うん、普通やったらダメなんですよ、これ順番かから、うん、でもそういうふうにしないと仕分けができないですよ、はい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 、だから当時バブルやったから1曲歌うのボール5000もらえるんですよ、で容量がいいから社長ありがとうございます、でも社長続けて3曲どうぞみたいな、社長が喜ぶ、それで女の子も自分の指名されてる社長が、はい、あのなんていうのかね、他の女の子取られたらあかんから、うん、僕をあのよそにこう指名された時に行くわけですよ、うん、はいはい、で僕がその社長と話するわけ、うん、で何々ちゃんはどうやったの、社長だけ言ってまんがないと、うん、やっぱりそうかって言って、あ、なるほど、その女の子はまた5000超えるんですよ、あ、なるほど、だってそれ取られたらもうね一生その女の子に行ってしまうわけだから、うん、だからその辺僕要領よかったね、これは処世術ですね、処世術も見習わないといけないですねあなただけよという、そう、あなたもう社長だけやるのに裏ではね女の子めっさ出してるんです、ケツばっかり触りやがって金田さんとケツばっかり、これ大事なんですね、女性不信になりますよね、あ、もう22やったから、あんだけ社長も本当にありがとうございますとか言ってる人が、うん、あ、もうケツばっかり触りやがって金田せよもっとそういうね、表と裏というか、そう、中にはその、そういう世界でも裏表がないというか性質のいい方もいらっしゃったんですか、あ、芸人さんじゃなくてその、商売の女性、いや、もうほとんどそうだった、ね、はい、ほとんどそうですもう金出す人はいい人、あ、なるほど、金出さない人は、だから人間性格はもう金で決めるんですよ、まあね、一日のね、そういう指名の争いとかもまた厳しいですからね全然具合の世界ですからね、大変ですよね、同伴から何から移動しなきゃいけないという、そうですね、体力もいるしね、うんうんうん、やっぱりこう10年後20年後のことを考えるとね、うんうん、いくつまでもというわけにもいかないでしょうから、うんうん、まあ、厳しいところがありますよね、そうですね、さて見事にね、うんうん、じゃあその芦屋で一番貧乏だった自称から見事にねセレブになられたで、セレブになられた僕ね嫁はんがすごいんですよ、はい、看護師さんなんですよ、はい、で僕再婚なんですよ、はい、最初の嫁はんは20年後に別れて、はい、今の嫁はんは24年一緒なんですけど、うん、看護師さんで、はい、それで僕今68なんですよ、はい、で嫁はんが58ぐらいしか見えませんでした、ね、68ぐらいです、18歳ぐらいだと思います、ありがとうございます、はい、それで通そうかと思ってるんですけど、はい、通らん、通りますね、い
で、それで今で嫁はんがすごいいい人なんですよ、はいはい、看護師さんで、はい、僕は今嫁はんが28の時、僕42で再婚したんですよ、はいはいはい、で看護師さんってどこでもね、うん、不足してるから、うん、で特に川口の医療センターで働いてるんですよね、だから副市長なんですよ、はいはいはい、そうすると嫁はんが28でもマンション買ってたんですよ、看護師さんっていうのは割とじゃあ収入が良いんですね、でしもし公務員なんですよね、ああそうか、働いてる病院が、そうそう、あそれでずっとその看護師さんやってる時は寮に住んでたんですよ、うん、で寮も10畳ぐらいで、うん、もう家賃で言うたら5、6万もっとするとこやけど、うん、ただなんですよね、ほんでそれを噛んで、うん、まあやっぱり寮も出ていかなあかんという時に、じゃあ普通のとこ借りたらすごい高いから、うん、じゃあマンション買おうってマンション買って、うん、見事なね、見事な写真でございますね、皆さん結婚するなら看護師さん、はい、いや本当にそう思いますすみちゃんもね、高校時代は看護師さんに憧れて、あ、そうですね、看護師コースというね、学科を受講してたんですよね、そうですね、いまだにその名残で人に注射をしたことしょうがないそうです、注射大好き、でもじゃあ松さんいいですね、お家で注射してもらえるわけですね、あのねワクチンとか打ってもらえるとか、ね、インフルエンザの時はしてもらいました、本当ですか、すごい、パッと言ってた、でも普段の格好でするからね怖かったね、看護師さんの格好やったら分かるけど、え、お前ほんまにできんのとか言う、見てないから、ちょっと俺疲れてんだけど何か打ってよとかって打ってもらうことないですか、いや僕ね意外とね病気にならないです、病気になる丈夫なんですね、だから病院行ったことないです、怪我だけですよね、単車で怪我したのと、うん、子供の頃崖に頭を打って血出てそれで病院行ったぐらい、普通の風邪とかで行かないですね、私も本当健康で、うん、だから急に死ぬかもわからない、大丈夫です、私はい、まだまだねこの108が108、まあ、1000、2000になるのでねいろいろ話を聞きたいですよね、ここ179なんですよね、そうですね、今日僕でね、はい、そうです、179回目、あ、ね、じゃあこれから切磋琢磨してよろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあ他に何か、ご案内とか告知とかございますか、いや告知ね、はい、前々回ぐらいかな、前回ぐらいに、うん、うちのレッドモエというのが出て出してくれたと思うんですけど、はい、モエちゃんが、はい、モエちゃんがですね、うん、多分赤い着物を着てたと思うんですけど、はい、その着物がですね、ここのエモンさんという着物の人がスポンサーになってくれるんですよ、エモンさんという着物の、これは会社の名前ですか、はい、はい、エモンの着物というんですけど、はい、着物屋さんじゃないんですよ、着物屋さんではない、洋服屋さんなんですよ、あ、洋服屋さんが着物、お蕎麦屋さんでうどん出してるみたいな、あ、そうだ、ね、感じですかね、はい、で、これがたった3分で消えるんですよ、皆さん3分ですよね、洋服だって普通3分じゃなかなか着れないですよ、着れない、はい、でキャッチフレーズが、うん、見た目は着物、うん、着方は洋服なんです、だからズボンみたいなやつ履いて履いて、で帯がこうねマジックテープになってるんですよ、あで太鼓っていうんですか、はいはいはい、あれはもうできてるんです、最初からできてるよね、でポンとこう差し込むだけなんです、だったらいいですね、簡単に切れて ね、これ本当見た目着物でしょ、うんうん、見た目そうですね、これもすごいモダンな着物で、ね、ですごいのが、じゃあ着物を着て、じゃあレッドモエさんがこれからいろいろ、そう、これパラリンピックも応援しててね、うん、車椅子の人の着物を作ってます、あ、そっか、うん、ね、障害のある方は着物を着るのも大変ですもんね、大変というかね、うん、もうそれだけで嫌がるんですよね、うん、着付けだって立てないでしょ、うん、だからそれも開発したよかったね、ありがとうございます、じゃあこのエモンでぜひ皆さんね、エモン、お値段も手頃だそうでございますので、ね、はい、3分で着れる、はい、いいですね、着物でございます、これは紳士物とかもあるんですか、あります、あ、いいな、紳士物あるんだ、紳士物は素敵ですね、これも3分で着れちゃう、はい、これは、ね、どうしようかな、ちょっと考えちゃいますね、なんかおしゃれですね、色もね、おしゃれですね、うん、これだからあれなんですよ、イタリアの生地とか使ってるんですよ、うん、グッチとかそんなの、その柄でできるっていう、なるほど、すごい、まあ、これはちょっと高そうかもしれないですけどね、これはだけどね、ちょっと高いから20万ぐらい、20万ぐらい、1万円安いので、ね、5万ぐらいから、5万円ぐらいから、これは帯から全部ついてる、あ、そうですね、一式で5万円、これだったら普通に背広買うのとあんまり変わらないですよね、変わらないですね、うん、で幕開けって知ってますかね、クラウドファンディングの、
幕開け、うん、知ってますか。クラウドファンディングはあるんですよ、はい、そこにこれも、はい、ここも出してまして、一番安いのは5万。じゃあ興味のある方はじゃあ、エモンで検索するとね、はい、分かると思いますので、まあ、ご興味のある方は、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは何か SNS とかもおやりになったりしますか。やってますね、はい、ミクシー、アメブロ、ツイッター、フェイスブック、リンクトイン全部やってます。すごい。最後のリンクトインというの僕知りませんでした。リンクトインはね、はい、本当にね、南雲先生みたいな人がいいんですよ。特殊な人なんですよ。特殊な人、うん、あの自分でなんか、はい、やってるとか仕事やってるとか、うん、医者とかそういう感じの人がやってるんですよ。だからそういう人ばっかり集まります。ちょっとだからグレードが高い、ちょっと敷居高いですけど、どうでしょうね、頑張りましょう。いや絶対いいです、リンクトイン、ね、勉強しておきます。はい、すごい人ばっかり来ます。だからすごいですね。いえいえ、お楽しみですね。あと平日の日の間、はい、毎日異業種交流会やってるんですよ。あ、異業種交流会で人脈を皆さんに広げていただこうと。そうですね。で、いろんな人を紹介するって一つなりで、ね、はい、うん、やったりしてます。人は財産ですからね。そうですね、うん、人と人とがつながることによって新しい発想とか、うんうん、ビジネスとか生まれますもんね。そうですよね。そういったこともじゃあ、そういった SNS を、うん、はい、チェックしてると、うん、あ、じゃあ今度の、交流会申し込んでみようかなっていう時はじゃあそちらに申し込むのが、はい、よろしいですね。はい、じゃあぜひぜひ、そちらのお客様も申し込んでみてください。そうですね、はい、ぜひ来てください、はい、じゃあ今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ松さんね、うん、あのいろんな全国、日本全国行かれたと思うんですけども、うん、ここが良かったなっていう、好きだなっていう街ありますか。あります、はい、あの沖縄の宮古島。沖縄ですか。はい、行ったことあります。宮古島にはないんですね。わかりました。じゃあ宮古島の近所の歌をひとみちゃんがね、お届けしたいと思いますよ。沖縄の沖縄、宮古島があるんですけど、ちょっとまあ、うん、本州よりも本島、沖縄本島にある、うん、残波岬っていうのがあるんですけどね、はい、そこを歌ったひとみちゃんの演歌をね、じゃあお届けしましょう。はい、はい、残波の夕日、どうぞ。
お話でしたね。ありがとうございます。ありがとうございました。芸能界の生き字引きというか。そうですね。すごいですね。もう本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。出ていただきまして、どうですか、出たこと後悔してないですか。いや、はい、後悔は全然。ただ放送されるかどうかもちょっと大丈夫ですね。大丈夫です。はい、なんとかね、この番組200回目指して頑張りたいと思います。179ですよね。はい、179なんで、裏話もね、ひょっとしたら一番行くように179でしょ、はい、いなくなるんじゃないですか。いなく、そんなことはない、いい頃忘れですけどね、もういらなくようにね、いらなくようになっちゃうんです、はい、頑張りたいと思います、はい、それではね、ここで視聴者の皆様に、はい、プレゼントでございます。今日のプレゼントはこちらの本でございます。こっちが証拠ですよね、うん、はい、本格ミステリーの巨匠島田宗司先生の全集第8巻が株式会社ナウンドから発売になりました。結構厚いです。このぐらい厚いです、うん、はい、これが、3500円プラス税で発売されております。ひとみちゃんもミステリー大好きですね。はい、そうですね。これ読みました。はい、読みました。いかがでしたか。やっぱり犯人がわからないですね。犯人わからない、難しい、はい、トリックが素晴らしいですね。ひとみちゃんに簡単にわかるようなね、推理作家にはなれないですから。そうですね、はい、はい、こちらの本を今日は松みのるさん出演記念ということで、はい、何名の方に。600名でございます。プレゼントしたいと思います、はい、では宛先をじゃあひとみちゃんお願いします。はい、株式会社ナウンド、ね、はい、東京都新宿区山吹町361東京03-3268-2311まで完成はがきでお送りご申し込みください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、ひとみん情報ありましたらお願いします。はい、こちらですね。不定期で行っております。あ、大丈夫です。ご興味くださいはい、スカパーでございます。ベターライフチャンネル。ラグもパズより、えなかひとみのアスピレーションです。楽しいトーク番組になっております。ぜひ聞いてください。それからこちらは、ラジオでございます。マイラッキーチャーム。ラグもパズより、えなかひとみのマイラッキーチャームでございます。毎週水曜日24時から好評放送中です。東京スターレディオ八王子 FM でございます。はい、深夜ですけどもね、はい、よかったら聞いてください、はい、こちらは、はい、七色スマイル武器。こちらは毎週、すみません、毎月第2、第4火曜日です。15時30分から16時20分まで生放送になっております。ぜひ皆さん見てください。はい。
はい、こちらワルコ放送局です。ゆるりのイントロダクション、はい、ラブをバズり江中ひとみさんの S さんでお送りしております。第1、第3木曜日22時30分から23時まで放送しております。ぜひ皆さん見てください。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。ひとみさんどうでした？今日は私も芸能界の裏話を聞いて楽しかったです。芸能界裏話の1000回ぐらいに江中ひとみ取り上げてもらうと思います。わかりました。江中ひとみ本当は注射好きみたいな、ね、ありがとうございます。家でなんか注射を練習、弟に注射針を刺していくとか ね、はい、やってます。弟にはやってない、ね、はい、うん、なんかハムとかに練習するっていうかもしれない。ハムの肉とかに練習するらしいですよね。ハム、カモ、カモ、カモ、うん、やってみてください。はい、はい、じゃあ今日もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ではひとみちゃんが最後は謎をかけて皆様に、ね、御礼の気持ちをお伝えしたいと思います。じゃあひとみちゃんお願いします。はい、今日見てくださった優しいお客様とかけまして、はい、お腹の大きくなった女子社員さんと解きます。はい、女子社員と解きます。はい、はい、その心は、はい、サンキュー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 。誰が夢を今世界へ運ぶのよ。